さんこんにちは。セーザーライダーのチャンネルへようこそ。面白いスニッカーズのアイスクリームのシリーズを1ドルショップで見つけました。でこちら今まで見たことがないスニッカーズのアイスです。それはこちらです。スニッカーズダークアイスクリームバーの紹介です。スニッカーズのダークアイスクリームバー、周りがダークチョコレートなんですね。パッケージもかっこいい、紫っていうのがいいですね。値段は1ドル、日本円で120円ぐらいです。スニッカーズのアイス大好きですね。通常のスニッカーズのアイスは見たことがあるんですけど、ダークを見るのは初めてですね。聞いたこともないです。ちょっと割れていますね。ダークチョコレートの香りがいいです。中のアイスクリームが飛び出ていますね。すごい美味しそう。キャラメルも飛び出ている。いただきます。これはめちゃくちゃ美味しいです。もちろん外がダークチョコレート で中にもチョコレートが入ってるし、キャラメルも入っています。ピーナッツもマジでいいです。驚きの味です。口の中はチョコレートアタックですね。すんげえ半端ない。外がパリッとしてあって中が滑らか、高級なアイスバーっていう感じがします。贅沢です。やばいな、これデザートやおやつにはぴったりです。最後の一口、ごちそうさまでした。ダークチョコレートの味が半端ないです。ちょっとした苦味があって、中のチョコアイスとピーナッツでキャラメルとマジで合いますね。ハイクオリティな組み合わせです。点数はもちろん100点満点です。全てが完璧でした。外側も美味しいし中身も美味しい。で、一番好きだったのはこのコンビネーションですね。チームワークっていうのがねちゃんとあって、超美味しいっていうのをね見せています。 80% ぐらいダークチョコレートの味なんですけど、それも結構いいです。変わったスニッカーズのアイスバーですね。これはぜひおすすめします。もし見たら買ってみてください。スニッカーズダークの紹介でした。次回お楽しみに。それではじゃあね。